さあ、続きやっていきますか。次はオークション掃討作戦ですね。ここから RE 編に突入します。捜査官としてグールと戦う反グールの敗勢。クインクスと共にオークション掃討作戦に参加する。メイン指導者。オークションに参加したグールを討伐すべく奮闘する敗勢のもとに現れたのは、正体不明のグールだった。これはワクワクするね。グール捜査官です。マルコスだな、人間、食わせろ。ウリエ君、シラズさんとお前の攻撃が当たったんだけど、邪魔なのが来た。なんだこいつは。知るか。ヤッフィー、お前らグール、俺たちクインクスはお前らの能力を使う。俺の手柄だな。ふざけるな。こいつは俺が炙り出したグールだ。油断しない。佐々木一刀。彼らはクインクスと呼ばれているグール捜査官。クインクスはいわば実験体で、グールの力を組み込まれた人間たち。そんな彼らのメンターは僕、佐々木ハイセなんだけど、前途多難だな。グール捜査官である佐々木ハイセはグールの能力を持つ捜査官クインクスのメンターであり、反グールだった。 CCG 内での佐々木ハイセの扱いにはいくつか決まり事があり、基本的には人として扱うが、万が一カグネが暴走した場合はグールとして扱われる。暴走を止めることができなかった場合、佐々木ハイセは駆逐対象となる。そんな佐々木ハイセを含めたクインクス班に新しい任務が言い渡されようとしていた。早速今日の会議のおさらいをしようか。今回のターゲットはナッツクラッカーと呼ばれる強い変色性を持つグールです。ナッツは捕食を行わないケースもあり、その場合は人材の斡旋を行っていると推測されています。人材の斡旋？人身売買だ。オークションで人を売り買いしているとのことだ、バカ。ということでナッツクラッカー討伐が僕らの任務。そしてこれからナッツクラッカーに近づく重要な作戦を開始する。作戦？僕らは女になる。なあ、俺たち、いや、俺だけ違和感ねえか。しょうがないでしょ。ナッツクラッカーの食材リストに載っていたのは若い女性なんだから。これはおとり捜査なのよ。ナッツクラッカーって誰だっけ？サイコちゃん、人身売買をしてる女のグールって会議で言ってたでしょ。僕たちの誰かがナッツの食材に選ばれることができれば、人身売買をしている場所、つまりオークション会場の場所が分かるってことだね。なるほど、了解したであります。でもナッツの目に留まるようにってどうすれば。なかなか声かけられないね。俺絶対浮いてるからな。なあ、サッサン、記憶失ってる感覚ってどんな感じだ？ん？どうして？別に大したことじゃねえんだけど、もし記憶が戻ったら捜査官辞めちまうの？何？寂しいの？辞めないよ、僕は
先生、今彼女にバイトに誘われまして、連絡先もバッチリ聞き出しましたです。でかしたトール。ひとまず作戦は成功だね。おとり捜査が功を奏し、ナッツに誘われたムツキ君と鈴谷純特等がオークション会場に潜入することになった。ムツキ君、重蔵君、無事でいてくれ。オークション掃討作戦が始まる。かなりサクサク話が進んだね。勝てないと判断したら迷わず逃げる。いいね。よし、今すぐにも。またお得意の安全講習か。承知しました。トールのやつ、今頃ビビって漏らしてんじゃねえか。ムツキ君が漏らさないように早く合流しないとね。急ぎましょう。ご無事でな、むっちゃんこ。この並びいいね。ムツキがいればよかったんだけど。さあ行こうか。キービジュアルにもなってたこのクインクスハン、かなり熱い。CCG の力を見せるんだ。オークションを邪魔したわね。クインクスの基本素、ああこれも覚えないといけないのか。クイーン系攻撃、カグネ、ああなるほどね。四角クイーン系、三角カグネ、分けられてるんだね。で、捜査官なんで、一応捜査官なんで、手榴弾とか焼夷弾とか、CRC ガス弾とか投げれるってことで。回避はいつも通りですね。ロックオンも一緒、射撃も一緒。ということでやっていきますか。雪村だね、持ってんの。売り絵とかは、あれかな、つなぎかな。ん？なんだ？あ、もう中ボス。マジ？お、これはあれだね。金木のあれと同じだね。あぶね。ちょっと待って。こいつをどうにかしないと。やっぱ、うかくがね、どうしても厄介なんだよな。最古のカグネすごいね。乗り越えて、このアイテムは何？あ、手榴弾か。まだいる？あ、いるね。中ボスか。ほいほいほい。あー、やっぱり一緒だ。追撃をして、これあれなのかな、覚醒まだ使ってないけど。ごめん、遅くなった。携帯が変わったりするんだろうか。あ、これ追撃だね。追撃をして、さあ行くぞ。オークション会場の中に。あれバリケードっていう扱いなんだ。じゃああれだね、破壊するまで耐えきれということか。お、いっぱいいるな。ちょっとスキル一発打ってみようか。雪村の、よいしょ。あ、なんかちょっと見えなかったぞ。車かなんかがあったのかな。おーおー、あ、雪村じゃないね、カグネだね。いて、いた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 い。これあれね、捜査官得意のこの、これを使っていこう。手榴弾と焼夷弾をうまく使うことが大切だと思う。いてててててて、やばいやばいやばい。いや、まだ出てくるの。うわー、俺このデカブツ苦手なんだよな。よいしょ。うわ、危ねえ、当たってない。よいしょ。あるものは使え、すべて使え。あ、やべ、ブリエが回復させてくれてたのにな、今。ナイスナイス。知らず、知らずは回復させてくれたから、ちょっと早くこのデカブツをやんないと。あいつすげえ火力だからな。よいしょ。ほいほいほい。いや、まだ来るの。強い。
やばいやばい、めっちゃ撃っちゃった。なかなか止まんなかったわ。こいつガード、うわー、ずっとガードしやがって、あっぶね。投げろ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 、とにかく投げろ。よいしょ、あやべ、あぶね。投げろ投げろ、よいしょよいしょ、オッケーオッケーオッケー、なんとか耐えきったね。よし、行くぞ。お、これ追撃できる。待って、追撃追撃追撃、うっそ、なんだあいつ反撃、追撃できる状態でも一応反撃はしてくるのか。こいつもあれだね、追撃だね。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。こっから入ってきたから奥か、進もうか。こいつら倒した方がいい、一応倒しとくか。じゃあ最後の評価と、あと素材が手に入らないのかな。かっこいい。オッケー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 、必殺技フィニッシュ、追撃して、あとあいつを倒すだけだね。みんなが攻めてくれてる。オッケー、遅くなった。追撃できる？できないね。じゃあ進もうか。あら、いきなり S マイナスに。そろそろ来るんじゃないか、やつが。そう、皆さんもうお分かりでしょ、やつですよ。やつが飛んでくるんじゃないか。ここでいろいろ、ん？どこ？どこから撃ってきてる？上？あれか。あ、いるね、下にもいっぱい。知らずがどうにかやってくれない上のやつ。熱っ熱っ熱っ、ちょっと待って、ちょっと待って、お前あぶねえ。ちょっと待って、こいつらやらないと。よいしょ、こいつらを先にやんないと。切って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 、頼んだぞ上のやつは。俺はこの中ボスをどうにか倒して。何に吹っ飛ばされた今。追撃追撃追撃をして、はいはいはい、あーやばいな。一旦離れようか、一旦離れて投げる。あ、投げ物がもうない。投げすぎ投げすぎたか、さすがに。行ってどっから撃たれるんだ、あれか。よし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 、まだいるね。どこだ、どっか別の場所から撃たれてんのか。基本的にここはずっとなんか迂闊に攻撃されてる感じなのかな、この一帯は。ほいほい、あー倒れちまった。オッケーオッケーオッケー、サイコが蘇生をさせてくれてる。でこいつも追撃でとどめを刺して、あ、こいつは何なんださっきからバスの上に、バスじゃねえわ、 CCG のトラックの上に乗ったり降りたり。どんだけ来んだよここ入れ食い状態なんだけど、ウォーキングデッド的なあれ。いやオッケー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 、こんなやり方でいいのか。これは正しいやり方じゃなさそう。でどこに住めばいい、あれか。 CRC ガスを補充して、Sマイナスか、 S マイナスか。ここは左ね。オッケーオッケーオッケー、一本道だよね、ここ。違う？左？なんとかするよ。めんどくせえやつが来たな。マジか。RE のアヤトだ。カグネ出してくる。いや、来るね。当然だね。うお、でかいでかいカグネが。え？アヤトの横にいるの誰？あれ？これ誰？これモブグール？まあ、アヤと抑えてくれてるならみんなが、俺はこっちを担当しようか。オッケーオッケーオッケー、追撃。ウリエがこっちに来てるね。ザク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 、追撃。オッケーオッケーオッケー、倒した倒した。高齢者の、おっと、君かい、さっきから撃ってきてるのはさっきから撃ってきてるのは、ここにも迂闊部隊がいるね。やべ、よいしょっと。
ほい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 、いやー強いこいつ、パン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 と。オッケーオッケー、シラズ、あーシラズ回復しよう回復してほしいな。やべ、あぶね。ほい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 、オッケー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 、回復ありがとう。よいしょ、ゼロ距離ボンバー撃ってるね。どこだ、どこに行った、あそこか。ほら手榴弾くらい、よいしょよいしょ、あるもんを使ってね。あーでもそんな、やばこっち詰めてきやがった、マジかよ。おいおい、あやと強いんだけど普通にさ、無印の頃も強かったけどさ、どこ行った、あそこでサイコが叩いてるね。ほいほいほい、よいしょよいしょ、ほいほい、周りの雑魚敵をね処理してほしいんだけど、ちょっとアヤと俺にやらせてほしい。アヤ強いよ、追撃して、お追撃が本当に強力すぎる。やばいスキル来る、やばい、うわー、なんとかかわせたけど、みんな食らったな今、一気に体力削られてるけど大丈夫か、回復できるこれ、誰か知らずは、あ、オッケーオッケー、あーじっとしてくれないと回復できないな。サイコを回復させて、知らずも回復させようか、んでウリエも回復させてあげたいが、オッケー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 、あれ回復できてない、ウリエそれとも食らった、オッケーオッケー、追撃していこう、追撃あとちょっとだ、覚醒ゲージマックス、オールの時に使いたいね、多分この後来ると思うから。あーウリエが戦闘の、ちょっと回復させよう、どこだどこに行った、あ誰か回復させない、待って待って、さっきからよ、貴様か、いてててて、やばい、なかなか HP が危ない、こいつもさっきからずっと、オッケーオッケーオッケー、いいね、さあ追撃ドカンと、ナイス回復、おおめちゃめちゃ連携取れてる、クインクさん、オッケー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 、アヤトを倒して、S マイナスから S マイナスか、まだ現れないのかな、ここら辺でもいろいろ装備を補充させてくれてるな。匂うぞ、ここら辺で一回ちょっと必殺技フィニッシュを使ってみるか。おーおーおお、5人か、5人以上行ったことないような気がするんだよこれ。よいしょ、なんかね5人以上はね行ったことないような気がするな。あ知らず下落ちていった、大丈夫か、あ追いかけていった、ちょっとあの戦い見守っていて、どうしよう、知らずさんと助けに行った方がいいか、大丈夫か知らず、おおゼロ距離ボンバー、あ全然倒れないね敵が、あれ強いのかな、あ倒れたわ、じゃあ奥に進んでいこうか、こういう一直線のとこはね、まあ、攻撃当てやすいんだけどな、ロックも使わなくていいし、行こう、服装はあれだね、オークション無付きの服装じゃ、おっとこれは分離のカグネだね、あのいたわ、誰だ、カナエとか、あカナエとか出てくるのか、あーこれ閉じ込められ、いってー、これはやばい、これはやばいかもしれんな、おっと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 、これはこれを使えということか、これムツキかと思った一瞬、今今一瞬、あいやー今一瞬ムツキかと思ったじゃねえか、みんなが入ってこれてねえな、
ッケーオ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 ッケー、なんとか。んで、こっち来れる？大丈夫か？ありがとう。あ、これあれか、攻撃すれば一応壊せるのか、このカグネ、分離カグネの当選簿。ん？敵出た？やろう。おい。かなりあれだね。入り組んでるね。俺方向音痴だからさ。あー出た。このアヤとかトウカっぽいこの格ね。まあ色は若干違うけど。追撃をして。まあみんながいるときはまあ全然大丈夫。かなり戦いやすい。どっから入ってきたっけ。あ、ドアを開けれるのね。なんだあれ。え、何あれ。ん、何この肉塊。行こう。いや出てくるのかーい。これちょっとかわいそうだよね。4人いたらさ、まあこの中ボス多分何もできないからさ。はいはいはい、からのスピードを打って追撃をしていく。雪村雪村雪村からの三角のユニークスキルからの丸のスキルで追撃と。いや早くあれだな。あ、やばい、捕まった。危ない。そのセリフ言うのか。あ、これは切れないね。これあれだね、これやってるとあのポケモンの船の中の部屋を一室一室調べてる時の気分になるのか。ほいほいほいっと。まだ出てくるね。お、ここちょっと一回あれかな、これ使っとこうかな。必殺技フィニッシュ。お、10人同時キル達成だって。初めてだわ。倒して湧いたのかな。おっと、うん、これは壊せないね。やっぱ閉じ込められた時、やべあれだ、やべ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 、あれを壊さないと。よいしょ。ほいほいほい、ザク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 。開けるか。でもこいつら全部あれだよね、構う必要はないと思う。手間をかけさせる、お前ツンデレか。手間をかけさせるな。あ、痛む好き。ごめん遅くなった。先生、クインクさんはナッツクラッカーの駆逐に向かう。了解しました。ムツキさんとは負傷と疲弊もあり、これ以上の作戦続行は厳しいと思われます。彼の退却の許可を。わかった。安全のために同行者をつけろ。ウリエニ島が適当だろう。了解しました。ウリエニ島をムツキさん島の護衛につけます。こっからは3人かな。じゃあで、ナッツクラッカーのところに行くと、管理棟に向かう。おお、いるね。いででででででで、でなんだここら辺に来ると結構耐久力、耐久力があるね。追撃して、これやっぱあの味方を回復させることも大事だと思った。俺ばっか回復させてもらったけど、ここに来て、ここでよいしょー、はい、一気に吹き飛ばしていく。やっぱこれ強いわ、うん、この三角長押しの全方位吹き飛ばし、これ強い。本当に強い。乗り越えれる？これ乗り越えれないんだけど、なんで？真ん中行かないといけないのか。
いやー厳しいな、上から撃たれんの。いやこれは厳しい、本当に厳しい。マジかよ、これきっついな。浮かく部隊どうにかしよう。ナキはちょっと一旦無視。痛い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 。威嚇がきつすぎる。俺が威嚇を処理する。オッケー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 。やったね威嚇。やったな。オッケーオッケーオッケー。とりあえずやったから。ナキを一気に詰めていきたいが3人か。そう。うわーやべ。そういえば3人だったな。ほい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 。スキルを打って。オッケー。どこ行った？あ？どこや消えた。爆発試算した。いたわ。いくよ、捜査官の権利を申し分なく。待って、向こうになんか中ボスっぽいのが出てきたんだけど。待て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 、ここはさ、アキラに任せるべきなんじゃないか。出てきてくんないの。ほいほい、いてててて、吹き飛べ、おら、よし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 。やばいな、やばいな、これは。待て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 待ってくれ。回復薬ない？どっかに、どっかに回復、くそ、ないか。オッケーオッケーオッケー。やばい、来る、スキルが。あぶねえ、なんだあいつ、なんだあの衝撃か。せこくないか、さすがに。おいおい、俺ちょっとじゃあ泣き担当しようか。追撃をしてドカンと一発追撃してから、よいしょ、もっともっともっと押せ押せ。第一級警戒、あいつの方が、泣きの方が第一級警戒だと俺は思うんだけど。こいつ、いやくっそ、いけいけいけ、こっち来い、よいしょ。あー当たんなかった、やばいな。ちょっと手榴弾で CRC ガスも、あ向こう行きやがった。くっそ、めっちゃ無駄にしちゃった。あー最高、やられちゃう。待って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 、 CRC ガス投げて、うわなんだこいつ、やめろ。ほいほいほい、くっそ強いんだけどこいつ、何気。 OK、 追撃しとこうか。追撃して、ナキももうあれだね、虫の息だね。オッケー、ナキ RE を倒して、追撃はできないか。CRC ガスとか補充できるなら、ここで補充していきたい。ないか、落ち、ああ、そこあるじゃん。これ補充して、行こうか。回復させてほしいな、回復させてくんない？俺を。いや、まだいんのか、まだ嫌がったか。追撃ドカンと。 OK、 さらば。俺を回復させてくんないか。あ、まだ追撃できる。追撃による追撃。 OK、 回復させてくんない。まあ俺がちょっとシラギンを回復させて、まだ4つ持ってんのか。あと2回回復さすか。まあこれでいいか。俺を回復させてほしいな。お、トリプルエースだって。初めてなんだけど、こんなランク取ったの。来た。なんかもう仮面出てるけど。あ、このハイセもうだいぶ髪がなんか黒いね。そうか、おめえが。エイトのやつにくい演出してくれるね。なんかオール可愛くない？こいつは一体お肉の味はどうかな。こんぐらいじゃ響かないぜ。赤眼のクール、こいつはヤバすぎる。シラツくん、林村一党と一緒に走れ。でも行け。トーチアーク出火だ。
うお、来た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 。俺もほぼ HP がないんだよね今。どっかに HP 回復させてくれる袋ないかな。一応ここら辺めちゃくちゃアイテムが散らばってるっていうか劇場広っていうか劇場広い。あ、てかこれ自分を回復できるのか。なんだできるんかい。ちょっとあれだね、せっかくだしこの上で戦おうか。オール来いよ、登ってこい。来たね、いって。いや、めっちゃ受ける、めっちゃ受ける。避けてんじゃねえのか。ちょっと覚醒していこうか、覚醒。うおお、暴走配線になった暴走メンターになったぞ。おい、暴走メンターになったぞ。やばすぎる。追撃してすげえ追い込んでるね。死ぬかもしれない。うわ、死んだわ一気失ってしまった。いやー、オールが全然ひるまないんだけど。ちょっと勘弁してほしい。上に登ってちゃんとこれも使っていこう。あいつすげえ動くな。くそ、あっぶな。いってて、ててオールさんよ。 CRC ガスを CRC ガス当てたい。あ、 CRC ガス持ってないっていうね。ちょっと待って、しくったわ。投げたいんだけどな、物を。何その斬撃その斬撃何。こっち来い。よいしょ。おい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 、いいね。あいつ詰めてくるから結構近場に。やばい、しくった。近場に投げてこっちに寄ってくるの待とう。当たるだろ。当たってるね。燃えてるね。よいしょ。いって、くっそ。え、嘘、何この演出は。ひなみのモデルないのかな。これがオールの力。兄ちゃん、私が守るから。覚醒ゲージマックス来た。いきなり覚醒ゲージがマックスに。うっそー、マジか今の。あれ暗っ。これでゲージ溜まってるし、さっき覚醒してからそんな時間経ってなかったから。よいしょ、ラスト、ラストじゃねえか。やばい、スタミナがもうない。
今だ、ラスト。いやくそ、くらえ。よし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 、オール強かった。あの突進が本当に強い。篠原の時もそうだったけど。消えてもいいよ。だから僕に守る力をください、金木君。敗戦、僕が怖い？なんで？だって君は強いから。それに穴がぽっかり開いてる。僕はそのウロに飲み込まれそうなんだ、巨大な空洞に。ハイセイ、聞いて。僕は強くなんかない。僕を見て、思い出して。僕は金木剣。僕を消さないで。わかった。怖かったのは君もなんだ。僕が救う君を。その子の所有権は僕がいただいてよろしいですか？おー、オール出てきて、まあオールが出てくることはまあ分かって、そういやひなみも出てくるなと思って、でひなみの 3D モデルがあれば、まあワンチャンこれからのアップデートとか、ダウンロードコンテンツとかで、4つ目ひなみが使えるんじゃないかなと思ったんだけど、ひなみはあれだね、セリフだけだったね。残念、なかなか重要なキャラだとは思うんだけど、ということでですね、今回はオークション襲撃、通訳やったんですけど、また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。